お前今日何したんだよ。自分はポンポコ24見てたんだ。週2で投稿してるマダミスのショートアニメの作業全然進まないし、ネタバレなしのマダミステーマトークのネタも思いつかない。作り途中のマダミスもハンドアートは白いまま、セッションの日程調整は火の車。完全に現実逃避です。でも今年もすごく面白いし、何より元気がもらえる。参加される方を応援しつつ、お互い頑張ろうぜ。マダミス中毒者におすすめの VTuber、フィルです。チャンネル登録と Twitter フォロー、よければお願いします。